はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語 That is の使い方についてお送りします。で、今回もポイントありまして、全部で9問問題があります。なのでまずね、一回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分がポイントを含めながら解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の動画が This is、 ここに書いてありますね、こいつをやりましたと。で、今回はその This の部分がこれ That って言います。これに変わっていきます。で、基本的にはこの That is をセットで使っていくんですが、 That is ほにゃららという風に書き始めると、まず書いちゃいましょう。あれはほにゃららですと、まずという意味になります。なので、 that is と言ったらあれはほにゃららですって意味なんだと覚えておいてください。まずこれセットでね。で、 that だけ、このね、この子だけで使った時の意味が、まずね、こっちにもありますけど、一つがあれはです。で、もう一個、これは this の時もありましたけど、あのっていう意味を持ってます。あのペンとかあのノートみたいな言い方がねもありますので、それもね、頭の片隅に置いといてください。ただ使い方っていうのは、前回やった This is とほとんど同じです。ちょっと短縮ができるできないとか出てくるんですけど、ほぼ同じなので、前回で、ね、もし聞いてくれてる方は、あ、本当だ、同じだなと思いながら聞いてみてください。では行きましょう。まずね、あれは家ですとね、あの向こうにあるやつね、あれは家だよって言いたいときに使います。で、これはあれはほにゃららですっても書いてあるので、あれはほにゃららですって言いたかったら that is から始めます。 that is a house、 house が家です。これは家ね。で、前回から登場してるこの子なんですけど、これあっていうね。で、これ一応意味が、まあ一つのとか、まあ、一人のなんてね、一っていうことを表す単語なのね、あっていうのが。で、例えば、ちゃんとこれをね、that is a house を訳そうと思ったら、あれは一つの家です、みたいな風に訳すんですけど、この一つのっていうのは無理に訳さなくて大丈夫です。ただ、そのね、向こうにある家、まあ、一軒家があると。で、それを表すときに、あれ家だよねって言いたいときには、あをつけとこうぜって。で、もちろん、それが2個、3個になることもあるわけじゃないですか。一つのペンですって言うんじゃなくて、二つ三つ、三つのペンだよって言いたい時もあると。そういう時の言い方はまた変わってきます。変わってくるんですけど、それはまた先に、この先でね、勉強していくことなので、まあ、あがついてる、もののね、名前にはあがついてて、一つのものを表してるんだ、ぐらいのイメージで大丈夫です。今は。いいかな。まあ、前回も、あ、キャットとかね、やりましたけど。で、次が、あれは犬ではありません。否定文だね。違うよっていう文を言いたい。ただ、あれはをね、を使ってるので、スタートはザットから始まります。で、次ですね。否定文といえば not。で、that is に not をつけるんで、ここ。その省略形を早速使いましょう。これ、isn't。これは前回の this is の時もやりました。this is not。is not。is と、こいつ、これを短縮したものがこれです。ちょっとくっついちゃったね、ごめんよ。よいしょ。もしね、棒が3つあれば、that is not でよかったんですけど、まあ、2本になっているので短縮形を使ってください。で、あれは犬ではありません。まあ、あるはね、書いてあるんですけど、犬が書いてないんで、犬、前回出てきたんでね、せっかくなんで覚えてください。dog です。that isn't a dog。となります。で、さっき、その this is とほとんど同じなんだけど、短縮できるできないの違いがあるよっていうのをさらっと言ったんですが、実はですね、this is、これね、短縮できないんですよ。だから this と is を書くしかないんですけど、that is はね、短縮ができるんです、実は。そう。で、それを書きます。こっちに書いておこうかな。that is は短縮すると、ちょっと大文字バージョンで書いちゃいますね。that にアポストロフィー、あの浮いてるカンマね。つけて s をつけます。that's って言います。that's。
This is、 こっちは短縮できないんですけど、 that is は短縮があるので、これ必ず覚えておいてください。だから実はここの部分ね、 that is not ありましたよね。それを今 is not を短縮したんだけど、 that is を短縮して that's not って書いても事実上丸です。でここはね、かなり微妙なところで、どっちでも丸になると思います。そう思うんですけど、まあ、いろんなね、中学校の先生の授業を見てきたりとか、お話を聞いていく中では、まあ、B 動詞とくっつける方を優先して書く人の方が多いイメージがあります。まあ、もちろん専門の方はね、いらっしゃればルールがあるのかもしれないんですけど、ちょ自分はちょっとこう把握してないので、基本的には自分はこの書き方をしてしまうんですが、まあ、もし学校の先生がなんか言ってたらね、そっちに合わせてください。ただ短縮はあるってことは覚えておいて、これはね。で、次です。あれはリンゴです。まあ、あれはホニャララですなんで、OK、OK と。まあ、that is で行きましょうと。で、まあ、もしね、線の数が変わってたら、that's、これになるかもしれないんだけど、まあ、ここはね、that is で行きます。で、問題がね、ここなんですよ。これ、apple。これ、リンゴですね、apple。で、普通だったらさ、今まで通り、あをつけたいんですよ。つけたいんですけど、消しましたね、意味で。ごめん。ここね、これが入ります。あん。これ、あんって言って、これ、あと一緒です、意味は。これと同じね。あとあんは同じなんですけど、このあんの使い方は必ず覚えてほしくって、ちょっと線をね、消してしまったんで書きますね。どう使い分けるかっていうと、今、a house, a dog。まあ、前回だったら a cat とかやりましたよね。その、つけたいもの。家、ハウス、犬、ドッグ、アポ、リンゴね。その、単語の一番最初。ここです。ここが英語のあいうえおって。まあ、ローマ字打つときのあれね、あいうえお。これ母音って言うんですけど、母の音って書いて母音ね。これから始まってるときはあんを使います。ハウスは H だから違う。D はね、ハウス、あとあいうえおに入ってないから違う。だからあでいいんですけど、アポは A なんで母音で始まってしまってるから、そのときにあんを使うと。こういうルールがあるので、これ覚えておいてください。いいかな？では次、7番行きましょう。あれはあなたの亀ですか？ほにゃららですか？っていう疑問文ですね。なので、that is、まあ、あれはを言ってるんで、that is 使いたいんですけど、前回と同じく B 動詞が前に出てきます。this is だったのが is this になるように、that is も is that に変わります。だから、で、最初なんでね、I を大文字に変えて、こっちは小文字になる。is that。こっから始めることによって、あれはほにゃららですかになります。で、最後、これ、turtle って言って、これ亀なんです。で、あとは、まあ、これもね、前回やったんで、ちょっとね、あの問題として入れました。あなたのっていう単語。まあね、学校ではここではまだ習ってない子もいると思うんですが、後々いっぱい使うので、ぜひね、覚えてください。you に r をつけて your です。you are。これで is that your turtle? ね、疑問文なんで後ろが上がります。is that your turtle? これであなた、あれはあなたの亀ですか？っていう質問になる。で、質問が来たら答え方もセットで覚えましょう。で、これも、this is と同じルールです。this で質問したとき、that で質問したとき、答えるときは両方 it を使いましょうと。Yes, it. で、それに is をつける。Yes, it is. で、no の時も同じです。No, it isn't. これ is not の短縮形ですね。だから is not って書いても構わないんですが、まあ、せっかくなんでね、Yes, it is. No, it isn't. で、覚えてください。で、答え方は this is の全く一緒ね。で、ラストです。ラスト。で、これはちょっと難しい。新しい知識も入れてるので若干難しいんですが、行きましょう。ごめん。あれも私のペンですです。あれも私のペン。で、ちょっと気になるのはここなんだよね。も。で、もは後で付け足すのでちょっと待っててください。まずは、あれ、ほにゃららです。まあ、わじゃないけどね。あれ、ほにゃららですなんで、まあ、ざっといつも使っていきましょうと。もちろん短縮形のね、ザット使う、あとザッツ使っても OK なんですが、今回はザットイズで書かせてください。これで、あれ、使いました。イズなんで、ですも使いました。残ってるのは、もと私のペンが残ってる。じゃあ、私のペン行きましょう。私の、
これも前回出てきたね。my で、my です。my。これが私の。で、ペンは、これも前回出てきた。ペン。That is my pen. My pen で私のペンなんで書きましたと。だから、もしこの文で終了してしまうと、あれは私のペンですになります。あれは私のペンです。でも今、ポイントとして、もなんだよね。こいつ。も。で、ほにゃららもって言いたいときは、最後に、too をつけてください。これ、to って言うんですけど、あれから前に nice to meet you too の時に出てきた to かと同じですね。これがもです。だから、that is my pen too っていうことによって、あれも私のペンですという意味になります。でちょっと長くなって申し訳ないんですけど、まあ、少し前にね、例えば、若干の、携帯見てる方が見にくかったらごめんね。I am a student. student 学生ねって意味なんですけど、I am って私はほにゃららですだったよね。だから、I am a student って言うと、私は学生です。僕学生だよっていう意味になります。で、これに、例えば最後に、今やった too をつけるじゃないですか、to を。I am a student too って言うと、私も学生ですって意味になります。例えば会話しててさ、誰かがね、僕学生なんだって言ってるときに、ああ、私も学生みたいな、いうときに使うのがこの to です。ほにゃららも。いいかな、ぜひね、これも覚えておいてください。で、最後、付け足しになっちゃうんですが、前回、it is。で、it がそれはって意味あるって言いましたね。で、今回、短縮出てきたので、that is は that's なんですよ。でね、it is も短縮があって、it に同じくアポストロフィーくっつけて s、it's って言います。it's。で、個人的にはこれが一番出てくる。まあ、it's と that だったらこっちの方が使うので、まあ、this is。こいつは短縮がないんですけど、that is と it is は短縮がありますので、これもぜひね、覚えておいてください。では、今回はね、that is の使い方についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。